もともと横尾さんは西脇のご出身でありますし、神戸で、就職をされて、新婚も神戸でなさったとお聞きしております。僕の職員は職業が決まった場所でもあるし、まあ、結婚したということで人生のが決定した場所でもあって、この動物園のちょっと先にですね、青谷っていうところがあるんですけれども、そこに住んでたんです。でこと私言うのおかしいんですけども、私と横尾さんはもう前世からの何か身内だっていうの気がするんですね。初めて会った時から他人と思えなかったんです。でも私の目の黒いうちにですね、私で生きてるうちにその横尾さんの作品がどこに収まるか、それを見届けないと死ねないと思ってたんですね。そうしましたらね、ここにね、生き増えてくれた。だから夏目漱石の手なんかやらへんもうモデルするのにそのまま放射するの